ナオミ・シェメルは現代イスラエルの最も有名な女性作詞、作曲者で、イスラエル建国語の重要な場面で多くの歌を発表して国民から愛称され、特に黄金のエルサレムは第二のイスラエル国家とまで言われている。イスラエルの作詞、作曲家、ナオミ・シェメルの墓。ガリラヤ湖のほとりにあり、ユダヤ人の習慣で訪問者が小石を置いている。 彼女の写真はこの項目のヘブライ語版にある。ナオミ・シェメルは1930年にガリラエアコのほとりの器物に生まれている。両親は1920年代にリトアニアから第三次シオン帰還運動で移動してきたユダヤ人でこの器物の創始者の一家族であり、ナオミは子供時代から特に母から厳しい音楽教育を受けた。長寿でイスラエル国防軍の遺問団で働き、 この間に、エルサレム音楽、舞踏アカデミーで学んでいる。結婚して、二次を得ている。2004年、ガンのため73歳で亡くなった。1983年、イスラエル賞受賞。ナオミ・シェメルは、自分で作詞、作曲しているが、女性詩人のラヘル・ブルーシュタインなどの有名な詩にも、作曲をしたり、ビートルズの曲に、ヘブライ語の作詞をしたりもしている。 イスラエル建国と発展の各家庭で依頼されて作った歌も多く、人々の喜び悲しみ、希望を歌い、多くの人々に愛称されている。1983年、イスラエル国民栄誉賞を受賞している。一番有名な歌は、1967年のイスラエル独立。歌の内容は、イスラエルの歴史から現代の希望までをカバーしており、ガンの深いものとなっている。 この歌が作られて直後に6日戦争が起きて後でイスラエルがこの戦争で勝ち取った東エルサレムについてについての4番目の歌詞が追加されているこの歌があまりにも有名になったため1968年に国会でイスラエル国家ハティクバに代わる国家にしようとする動きもあったがこれは否決されているありがとうございます